スタートしました。トランセンド好スタート、まず押して出ていこうとしていますが、エスポワールシティが速い。エスポワールシティ、そしてセイクリムズン先頭に立ってダートに入りました。エスポワールシティグランプリボス東証カズン、内からは敬愛天神が続いて、ダノンカモンがその後ろ、トランセンド一旦下がってこれから追い上げてきます。あとはナイキマドリード、その後ろから10番のワンダーキュートが追走で、ライブコンサートタガノロックオン一覧で中段グループを形成。あとはヤマニンキングリー、テスタマッタ、ヒラボクワイルド、後方2頭離れての追走で、これから3コーナーのカーブ、シルクフォーチュン、その後ろにスマイルジャックが最後方を進んでいます。最初の 600m 34秒7で通過。8番のセイクリムズンのペース、3コーナー回っていって半馬身のリード、東証カズン強気に並んでいきました。グランプリも積極的3番手を進んで、トランセンドが早くも3番手の外まで上がってきました。 3,4 コーナー中間、あとはエスパールシチ一旦控えて、ダノンカモンが前を行っています。その後ろから追い上げてワンダーキュート、中段まで上がってきて残り600切りました。内からは敬愛天神、4コーナーカーブから直線コースに向いて、セイクリムズン先頭、半馬身のリード、東証カズンが並びかけるこの2頭にトランセンド懸命に追ってくる。内からは敬愛天神、グランプリボスが間から、外からはダノンカモン楽な手応え、さらに外からワンダーキュート、一気に外からテスタマッタがこのグルーブを捉える勢いだ。シルクフォーチュンが外から差を詰める。残り200を切って、さあ先頭はテスタマッタ、テスタマッタ先頭1馬身のリード、内からダノンカモン、ワンダーキュート、外からはシルクフォーチュン2番手に上がれるか。テスタマッタ先頭、これは強い。2馬身半と突き放して合輪、3番シルクフォーチュン2着、3着はワンダーキュートかダノンカモンか。トランセンド馬群の中。